はい、どうもめちゃめです。本日私はですね、こちらのセラトン都ホテル大阪さんの方にね、やってきておりまして、もうね、15時回るところでございますので、これからね、チェックイン手続き行っていきたいなというふうに思います。じゃあね、約2年ぶりとなりますんでね、向かっていきまーす。はい、今日ですね、無事にチェックイン手続きが、ね、完了いたしましたので、お部屋の方にね、向かっていきたいと思います。はい、ということでですね、本日は15階のね、お部屋にアサインいただきました。今ですね、16、17、18、19のね、お部屋が配送中ということでございます。16だったかな、確かね、そんな感じだったと思います。はい、15階の方にね、到着いたしました。エレベーターホール、こんな感じですね。はい、本日はね、1549というね、お部屋になります。一応ね、ちょっとね、アップグレードしていただいてるみたいです。ありがとうございます。はい、廊下はね、絨毯張りですけど、結構ね、広いですね。ちょっとね、前泊まった時と雰囲気が違うかな。はい、本日はこちらの1549となります。じゃあね、入っていきましょう。さっきね、ちょっと荷物だけね、入れました。はい、非常にね、コンパクトということで、電気をつけて行ってみたいと思います。はい、非常にね、コンパクトな感じですね。こんな感じの部屋となっております。もうね、レビューはサクッといけそうな感じですね。はい、ということで、本日の部屋はですね、エレベーターホールを出て右手に進んだこちらとなってます。向こう側の方が若干広いんですかね。はい、で、入っていただいて、左手の方にはこういった姿見の鏡があって、電気があるという感じですね。で、クローゼット、はい、ちょっとね、荷物入れてます。ジャケットだけね、入れてます。電気はね、つきませんけど、ここにアイロン台だったりとか、アイロン、そしてスリッパと、この荷物置く台があってね。そして、消臭スプレーとか靴べら、シューブラシがございます。まあ、収納はね、十分かなと思います。で、こちら電気をつけて、水回り、はい、まあ、こんな感じの、バストイレ、ユニットっていう感じでしょうかね。ウォシュレットのトイレがあります。はい、まあ、こんな感じですね。アメニティ類、歯ブラシとかタオル、そしてコップ、そして、バスタブがありますけど、まあ、シャワーっていう感じですかね。はい、で、こちらがアメニティですね。もう備え付けになっております。ボディウォッシュ、シャンプー、コンディショナーございます。はい、ということで、シャワーの方はこちらですね。上にやっていただくとシャワーが、まあ、水圧めちゃ強い、十分な感じですね。で、こちらにドライヤーがありまして、ドライヤーはちょっとコンパクトな感じでしょうか。ちょっと開けてみましょう。はい、こちらのイオニティですね。はい、パナソニック製のイオニティでございます。はい、まあ、非常にね、シンプルですね。そうそう、私スーツケースで今壊れてしまって、家に3台あったんですけど、もう残りね、この1台になってしまいました。電気ケトルが、はい、ございます。で、お茶、コーヒー類、そして緑茶とかね、ほうじ茶とか、ディルマーの、セイロンティーがございます。で、アイスペールがあって、グラスとか、ここは開かないのかな。で、ゴミ箱ですね。これがペットボトルとか捨てていただくやつですね。で、テレビ、コンパクトですね。32インチとかでしょうか。はい。で、足元の方には、冷蔵庫があります。はい。まあ、こんな感じでね、有料という感じですね。
で、左手の方には、おやつ。おやつ類ですね。で、先ほどね、ジュース類とかもお値段がね、このようにございます。ビール510円とか。はい。まあ、意外と良心的な価格設定じゃないでしょうかね。そして、これはワンピースタイプのパジャマですね。ルームウェアございます。そして、セーフティーボックス、セキュリティボックスがございます。中にはね、コンセントも置いてございました。はい。で、まあ、デスクもね、あって非常に使いやすそうな感じですね。お水が2本と、こちらの方には、はい、テレビのご案内ですね。で、今ね、客室改装中ということで、あ、18階がね、改装中なので、16階から17階はね、普通に稼働しているという感じですね。はい。お、ありがとうございます。今回は2月ということもあって、お誕生日おめでとうございます。まあ、前回ね、妻の誕生日の時来たんですけど、今度は私の誕生日ということで、ありがとうございます。嬉しいですね。はい。あ、そしてね、こちらにエスプレッソマシンもございます。はい。あ、ピンク、コロンビアがありますね。3種類の計4個という感じですね。はい。いい感じじゃないでしょうか。これどうやってつけるんだろう。オンオフ。ここですね。はい。まあ、つけていただくとこんな感じ。そして、空調のセンサーですね。サーモスタットがあって。ビューはどんな感じなんだろう。あ、これはあれですね。交差点とは反対側のビューになってます。前回はね、確か交差点側のね、通り側のビューだったんですけど、今回は裏側ですね。はい。こんな感じですね。で、足元空気清浄機があって、ちょっとしたテーブルがあって、椅子があるという感じですね。はい。で、ベッドサイドの方には、USB-A が2箇所とコンセントがね、1箇所あって、電話機と時計。そして、あ、なんかレザー調のね、おしゃれな間接照明があります。で、はい。こんな感じの、今回ね、確かシングルでね、お部屋は取ってたんですけど、まあ、ダブルの、ちょっとベッドが広いタイプの、お部屋になったっていう感じでしょうかね。はい。で、こちらにも間接照明があるという感じです。はい。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、一人でね、今回は大阪の方にオフ会ということで来ておりますので、まあ、広さ的には全くね、問題ないんじゃないかなというふうに思います。いかがでしょうか。はい、Wi-Fi ね、接続しましたので速度測っていきたいと思います。いってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 24.17Mbps、アップロード上りが 24.39Mbps となってまして、まあ基本的なね、使用上では問題はないかなというふうに思いますけれども、まあライブとかだとね、ちょっと不安定な部分はあるかもしれません。ただね、足元に LAN ケーブルがありますので、まあ有線でね、ライブはお届けできるかなというふうに思います。はい。ということでですね、本日はですね、約2年ぶりとなります、シェラトン都ホテル大阪さんの方にね、お邪魔させていただいております。まあ、ちゃんとね、ラウンジアクセスのチケットもね、いただいております。まあ、もともとですね、今回ね、プレミアムシングルっていうお部屋でね、予約を取っておりまして、まあ、約ね、1万2000円ちょっとっていう感じだったんですけど、一つね、アップグレードしていただいたっていう感じなのかな。まあ、シングルではなく、ダブルになっているという感じです。まあ、あいにくですね、スイートがあるね、18階のお部屋は今改装中なんですいませんということでね、申し上げてたんですけど、空いてたらアサインいただいてたんでしょうかねっていう感じですけど、今日はね、なんと、金曜日ということなんですけど、満室なんですよ。まあ、上の階がね、稼働してないっていうこともあるんでしょうけど、客室数が少ない中でも、予約がね、埋まってるっていう感じ、すごいですね。他はね、直近で今予約取ると、やっぱりね、3万円とかするので、すごいなと。私は1万2000円でね、取れててよかったなというふうに思います。で、今回ね、2月ということで、このね、誕生日月っていうことはありまして、バウムクーヘン、ご準備いただいております。こんな感じで。ありがとうございます。これもね、美味しくいただきたいなというふうに思います。で、今ですね、まあ、予約時にもですね、アプリ上で出てくるんですけど、客室がね、今、配送中ですということでですね、18階の騒音とかね、午前9時から17時の間で起こる可能性がありますということです。一応3月末までね、工事をする予定という感じになっておりますね。
で、前回はですね、ラウンジを使って朝食を食べて、レストランでね、多分朝食を取れなかったので、今日はですね、レストラン一人ですけど、使おうかなと思います。2階のね、レストラン&ラウンジの U ビュッフェにするか、まあ、プラス500円にはなるんですけど、3階の日本料理、上町の和定食にするか、悩ましいですね。1回しか行けないですからね。悩ましい。ビュッフェが妥当なところなのかな。ちょっと和食も気になりますよね。明日がね、私のね、大阪オフ会ということもあるので、まあ、ちょっとね、お昼ぐらいにはもう、アフタヌーンティーありますから、ビュッフェではなくてもいいのかなっていう気もするので、ちょっと悩みたいと思います。はい。ということと、あとですね、こちらのプラチナエリートということでですね、5階のね、プールだったりとか、都ヘルスクラブのね、パスポートをいただいてるっていう感じでございます。プールとかジムとかサウナとかね、前回行った時もね、非常にいい雰囲気のね、まあ、会員の方とかもね、来られるんで、ほんと昔ながらのっていう感じではありますけどね。はい。非常にいい雰囲気でございました。ということで、まあ今日はね、久しぶりにまあ一人で、宿泊ということで、まあちょっとね、寂しい部分はありますけど、まあゆっくりしていきたいなというふうに思います。で今ね、チェックインをしてなんやかんやしてると、まあ15時半ということもありまして、カクテルタイムがですね、17時半から、あるという感じでございますので、17時半から19時半ということで、オードブル、デザート、アルコール、ソフトドリンクということで、今ね、ティータイムは10時半から17時半までという感じでございますので、まあ、ちょっとね、ティータイムなども、ちらっとね、覗きに行こうかなというふうに思いますので、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、ラウンジの方にね、向かっていきたいと思います。はい、ということでね、20階のラウンジの方に上がってきました。はい、まあ、こんな感じでですね、お茶類がございます。はい、パンケーキのね提供は12時からね16時までということでございます。クッキーとかおせんべいとかね、雷おこしとかコアとかね、コンペイトがございます。地味にね嬉しいですね。はい、ということでね、コーヒーとおせんべいね持ってきました。うん、今ね4時過ぎなので、今17時半ぐらいからカクテルタイム始まりますので、まあ、18時ぐらいにねまた戻ってこようかなと思いますので、それまでちょっとねおせんべいでもいただいてゆっくりしたいと思います。うん、うまっ、最高。はい、まあ一旦ねお部屋の方に今戻ってきまして、まあちょっとねこれから動画撮ったりとか編集したりして、18時過ぎぐらいにまたねカクテルタイムの時間にラウンジの方に戻っていこうかなと思います。はい、じゃあねこれからラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、お料理ね、こんな感じですね。グラタンとかね、唐揚げみたいなのありますね。はい、あとね、サラダとかフルーツとか、はい、スイーツ類などもね、ございます。はい、あとね、こういったお酒類でございます。奥の方ではね、生ビールも入れていただいてるみたいです。はい、こんな感じで生ビール入れていただいております。黒とね、普通のアサヒ生ビールです。はい、こんな感じですね。お重のね、セット。生ハムとかですね。そしてラクネットチーズ、グラタンに唐揚げとかビーフジャーキー、そしてねビール、生ビールで入れていただいてます。クラムチャウダーなんかもねありました。いやー結構ね種類豊富でいい感じですね。いただいていきます。はい、ということでねいただいていきます。あ、めっちゃ飲みやすくてうまい。めっちゃうまいですね。最高。やっぱね、カクテルタイムになると人だいぶ来ますね。はい。ということで、いただいていきたいと思います。いただきます。うん。うまっ。チーズがめっちゃ濃厚ですね。ラクレットチーズ。うん。うまっ。辛い、うん、甘辛だれでめっちゃうまい。こういったねおつまみのお重なんかも嬉しいですね。叱り物とかも、うん、うまっ。これはお酒が進みますね。ということでね、まあ、ちょっと食べ進めてゆっくりさせていただいて、お部屋の方にね、戻っていきたいと思います。はい、
ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。いや、結構ね、賑わってましたね。はぁ、飲みすぎました。まあ、ちょっとね、休んでですね、今日はこの後大浴場だったりとかサウナとかで、ちょっとゆっくりさせていただいて、ライブをね、22時半からお届けする予定となってます。そちらのね、アーカイブにつきましてはね、あの上の方にリンク貼っておきますので、よかったらそちらね、アーカイブご参照いただければと思います。まあ、今日はね、その後ゆっくりさせていただいて、明日のね、朝食でまたお会いできればと思います。いや、でもね、久しぶりに来ましたけど、ご飯も美味しいし、よかったですね。明日の朝食が楽しみです。ということで、おやすみなさい。また明日の朝お会いしましょう。はい、おはようございます。いや、ぐっすり眠ることができました。天気もね、めちゃめちゃ良くて、完全にね、オフ会日和という状況です。はい。ということで、まあ、早速ね、これから朝食食べに行こうかなというふうに思います。ライブの方ででもね、皆さんにお勧めいただいた和定食のね、レストランの方に向かっていきたいなというふうに思いますけど、まあ、追加でね、500円だけかかるんですけど、和朝食にしようかなというふうに思います。まあ、ビュッフェでもいいんですけどね、今日オフ会でですね、まあ、午後から、アフタヌーンティーいただく予定もありますんで、まあ、とりあえず和朝食のね、セットにしておこうかなと。いうふうに思います。まあ、昨日のね、ライブのアーカイブにつきましてはですね、上の方にね、リンク貼っておきますので、よかったらそちらご参照いただければと思います。ということで、早速ね、向かっていきたいと思います。レストランはこちらの上町というところになります。雰囲気ね、いい感じです。かなりね、雰囲気いい感じでございます。はい、今ね、ご案内していただきました。中はね、結構空いてていい感じですね。朝はね、今、8時半という感じなんですけど、空いてますね。はい、楽しみです。めっちゃいい雰囲気です。はい、こんな感じでですね、今セットが到着しました。めちゃめちゃバランス良くて美味しそうですね。私のビュッフェとはね、大違いですね。はい、こちらね、コメビツからね、こちらの自分で予想タイプですね。ちょっといただいていきます。はい、じゃあ、ね、いただいていきます。美味しそうです。なんか丁寧なね、朝ごはんという感じですね。いただきます。うまっ。うん。こういった煮物なんかもね、いいですね。優しい。で、ゆっくり食べてお部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。朝からね、なんか久しぶりにめちゃめちゃクオリティの高いね、朝食をいただけたかなというふうに思います。で、結構ね、思ってたより、しかもボリュームもありましたんで、まあ、ビュッフェよりは抑えることはできましたけどね。多分ビュッフェだったらもっと食べてて、オフ会のね、アフタヌーンティーがもうお腹いっぱいっていう感じだったと思いますけど、これだったらお昼ぐらいに、ね、ちょうどいい感じになるんじゃないかなという変なね、感じはありますけど、いや、久しぶりにね、こちらのシェラトン宮古ホテル大阪さんお邪魔させていただきましたけど、なんですかね、まあ、やっぱり非常に落ち着きのあるね、私個人的な雰囲気とかも非常にね、好きですね。まあ、ただやっぱりね、水回りとかは、まあ、当然新しい建物ではありませんので、経年的なものというかですね、まあ、作り的なね、古さみたいなものはやっぱりありますけど、まあ全くね、私は気になりません。もうやっぱり最新の施設がいいっていう方だと、まあ、ちょっと古いかなっていうふうにね、思う方いらっしゃるかもしれませんけど。はい。まあ、それよりもね、やっぱり、何ですかね、昨日ライブでもね、お話伺ってたんですけど、私はなんか人のね、ホスピタリティというかですね、まあ、なんか対応のね、感じが非常に好きなんですけど、まあでもね、言うて2回ぐらいしかね、来てないんですけど、人によってはやっぱりね、当たり外れというか、まあタイミングとか日によってね、あったりするみたいですけど、私は、まあ結構ね、好きなホテルですし、比較的なんかお安くね、泊まっていただくことができる日もあったりするので、うまくね、また今後も活用していきたいなというふうに思いました。まあまだまだね、中華だったりとか、まあその他のね、お店なんかもあるんで、行けてないお店もありますから、また訪れるね、際にはそういったところも利用していきたいなというふうに思いました。いや、めっちゃ天気いい。はい。ということで、今ね、9時も
回るところでございますけど、もう間もなくね、準備をして今日はもう出発しないといけないので、まあ、ここら辺でね、こちらの動画につきましては以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、チャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。はい、行きまーす。